メガネをかけたら目が悪くなる？シャボン玉石鹸プレゼンツ、あるある。よしえママと2歳のあおいくん、お姉ちゃんのみれいちゃんとたかしパパのにぎやか家族。ママからこんな質問が。子どもの頃からメガネをかけると目が悪くなるって聞きましたが本当ですか？先生教えてください。アドバイスしていただくのは、中学生のお子さんのママでもある大原地下眼科院長の大原先生です。メガネをかけるせいで目が悪くなることはありません。ぼやけた世界で生活する方がお子さんの発達に良くないので、メガネが必要な時は必ずかけましょう。そうなんですね。誤解してました実は視力は6歳までに発達を終えます。それまでに目の異常で物を見ることができなかった場合、視力の発達は止まってしまいます。原因を早めに見つけ、メガネをかけてはっきり見える状態にしてあげないと、6歳を過ぎた後にいくら訓練をしても 1.0 の視力は出なくなってしまいます。そんな大事なことを知りませんでした。目が悪いのかなって親が気づけるサインは何かありますか？目は2つあるため、片方の視力が悪くても両目で見ていると本人も周りも気づくことができません。目を細める、頭をかしげてみる、黒目の位置がおかしいなどは異常がある可能性が高いですが、そのような仕草をしないお子さんもいらっしゃいます。3歳を過ぎた頃には視力検査ができますし、もし視力が悪かった場合はその時期から訓練を開始します。まずは3歳になったらかかりつけの眼科を見つけて定期的に視力検査を受けましょう。ためになるお話ありがとうございました。あおいくん、目大事にしようね。なんでよ番組では子育ての疑問・悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。